岡本綾子と樋口久子のライバル関係。1960年代後半から日本ではゴルフブームが巻き起こり、男子プロたちが職人的な技術でギャラリーを驚かせていました。そんな中、1967年には女子にもプロの門戸が開かれ、その第1号となったのが後に日本人初の世界ゴルフ殿堂入りを果たした樋口久子だったのです。樋口は女子プロゴルフ創設期を圧倒的な強さで支え、人気や女子プロの地位向上にも大きく貢献しました。そんな絶対女王として君臨していた樋口でしたが、その座を脅かしライバル関係と言われたのは、ソフトボールで鍛えた強靭な肉体を武器にスターダムに駆け上がった岡本綾子だったのです。幾度となく不仲説が囁かれた2人ですが、その背景には衝撃の事実が隠されていました。今回は日本女子ゴルフ界の黎明期を支えた2人のレジェンドにスポットを当てて解説していきます。アマなんかには負けられない女子プロ第1号の意地。1945年に埼玉県川越市で生まれた樋口は、中学生時代までは陸上に力を注いでおり、ハードル走や走り幅跳びなど瞬発系の種目で活躍していました。ゴルフを本格的に始めたのは二階堂高校入学後のことで、当時姉の家から通学していた樋口は、姉の働く絹田ゴルフ場に所属していた中村虎吉プロと出会います。高校時代に初めてゴルフの試合に出場した樋口の結果は6人が出場して最下位。樋口はこの時のことを、最下位が私の競技人生の始まり、その後競技人生を終えるまで最下位を取ることはなかったけど、この時のことをよく覚えています。初めての試合でずっと緊張してふわふわしたような感じでゴルフをしていました。ああ本当に地に足がつかないってことがあるんだなと思っていましたよ、と語っています。樋口は最下位になった悔しさもあり、ゴルフのレベルを上げたいと考えるとともに、いつの日かプロを目指したいという目標も持ち始めていました。この樋口の志を聞いた中村プロは、プロになるなら来いと樋口を自らの門下生として受け入れたのです。そして当時中村プロの所属していた川越カントリークラブで研修生としての生活をスタートします。研修生時代に樋口は中村プロから厳しい指導を受け、何度もゴルフをやめたいと思う瞬間もあったといいます。しかし必ずプロになるという信念だけは持ち続け、研修生としての仕事とゴルフの練習に明け暮れる日々を送ります。そして1967年初の女子プロテストが行われ、認定された41名中の1人に樋口は名を連ねます。翌年には現在に近い形式で女子ツアーが開催され、樋口は初年度の賞金女王に輝いています。ちなみにこの年、樋口が稼いだ賞金額は2試合に優勝し35万円ほど、大卒初任給が3万円前後の時代だったので、まだまだ女子プロゴルフは稼げる仕事ではありませんでした。また同じ年に日本女子オープンが初めて開催されましたが、当時は女子プロゴルファーとしての地位が低く、アマチュアゴルファーからバカにされたり、ウェアの色や髪型が派手すぎるとの指摘を受けたこともあったそうです。樋口は人一倍プロに対しての責任感が強い選手でもあったことから、絶対にアマチュアには負けたくない、もうバカにされたくないし、強くなって誰よりもいいスコアを出してとにかく勝ちたいと、試合に対して高いモチベーションで臨んでいたのです。絶対に勝つと強い意志を見せた樋口は、日本女子オープン初の優勝者に輝くと、その後もこの大会を4連覇しプロの強さを見せつけました。樋口以降にも数多くの女子プロゴルファーが誕生し、それに伴ってスポンサーや支援を申し出る企業が増えたことで、ツアーの規模は一気に倍以上に成長していきました。1973年に樋口の獲得賞金額は女子プロ初の1000万円を超え、1976年まで樋口は賞金女王に君臨し続けます。絶対女王と呼ばれ出した樋口は、女子プロの数がどんどん増えてきて、ツアーに参加する人数も一気に増えてきた時代でした。だんだんと女子プロの地位も認められて、最初は男子のおまけとかホステスにゴルフを覚えさせた方がいいなんて言われてましたけど、この時代になるとそんな声も少なくなってきましたね、と当時を振り返っています。9年連続で賞金女王に輝き、その後は大迫達子とトップを分け合うような年が続きましたが、そこに現れたのはソフトボールから転向してプロ入りした岡本綾子だったのです。握手拒否事件。樋口と岡本、先に相手を認識したのは岡本の方でした。岡本がプロテストに臨んだ会場が、偶然にも樋口の所属していた川越カントリークラブだったのです。
樋口はこの時プロテストの手伝いに訪れていましたが、運営側の人間も充足しており、やることないから練習でもしようかなと思い、プロテスト受験者に混じり練習を開始したのです。その様子を岡本は鮮明に覚えていますと言い、当時何年も連続して賞金女王に輝いていた樋口さんの球は、私たちプロの球とは全く質の違うものでした。はっきり言ってドライバーの飛距離だけなら当時の私の方が勝っていましたが、正確性、高低の打ち分け、ドローフェードの曲がり具合、どれをとっても樋口さんが勝っていました。淡々と練習しているのに全く息も乱れていないし、フォームも崩れない、これはすごい世界に飛び込んだなと思いましたよと当時を振り返っています。岡本はプロテストに合格後、1975年からツアーに本格参戦し、水のトーナメントで初優勝を飾っています。岡本の強打は男子プロ顔負けと言われており、ソフトボールで鍛えたリストと世界一と言われた滑らかな体重移動を行うスイングは、女子プロゴルフ界に新しい風を吹き込むと言われていました。岡本が初優勝した水のトーナメントで、樋口は負けた悔しさから岡本との握手を拒否しています。この出来事について後の対談で岡本は、強烈だったけど今はいい思い出、あの時に私もあれぐらい強くならないといけない、あれぐらいやるようじゃないといろいろなことが跳ね返せないと語っています。樋口は苦笑いを浮かべながら、本当は勝った相手を祝福しないといけないのに、その日の自分のゴルフの不甲斐なさと、まだまだ負けてたまるかって気持ちがあって申し訳ないことをしたと振り返っています。この一件を機に樋口と岡本はライバル関係、不仲説を唱えられることが多く、マスコミもバチバチとした空気を作りたいと考えていたのか、過去にこの2人を煽るような記事を紙面に掲載しました。しかしこの報道についても岡本は、2人が立って話しているのをカメラに収められるのが嫌だった、世間話とかゴルフの話をしているだけなのにお互いがいがみ合っているようなイメージで書かれるしというと、樋口も常に喧嘩しているように面白おかしく書き立てられた、2人はそんな風に思ってない、あの時代は試合中に白い歯を見せると批判されたので笑い合うなど考えられなかったと、現在の女子ツアーのような雰囲気ではなかったと付け加えました。樋口が岡本のことを初めて認識したのは EL カントリークラブで行われた試合会場だったといいます。岡本の練習風景を見た樋口は思わず立ち止まるというか、パットの練習に行こうかなと思っていたら、一人だけすごい球を打っている人がいて、それが岡本さんでした。彼女のドライバーはすごいって聞いていましたが、もう音が違うんですよね。普通ならバシッという音のところが、岡本さんだけはバキッて甲高いような音がするんですと、その凄さを語りました。樋口は1970年代から積極的に海外へ挑戦し始め、1977年には全米女子プロゴルフ選手権で優勝、アジア人初のメジャー制覇を果たし、世界もその実力を認めました。英語ではヒサコとの名前が呼びにくいことから、シアコ・樋口と呼ばれるようになり、この愛称が定着、ここから樋口を世界のチアコとして表現することが多くなっていったのです。国内ツアーでも相変わらずの強さを見せていた樋口ですが、1979年の日本女子オープンをきっかけに、岡本は怒涛のごとく勝利を積み重ねていったのです。不仲説再燃、当時日本と名の付くタイトルには一度も輝いていなかった岡本、正直に言ってこれは欲しいタイトルですと、1979年の日本女子オープン初日終了後にコメントを残しています。この試合は岡本と大迫の激しいバーディー合戦が行われた試合として有名であり、2日目のスコアは当時の女子では考えられない13アンダーでした。2位に9打差をつけて抜け出した2人に対して樋口は、よしでもこんなすごいスコアが出るのと脱帽するしかなく、心の中ではもう女子ゴルフは新しい世界に突入したんだと感じていたことを後に明かしています。最終日は追いすがる大迫を振り切って岡本が優勝を飾り、気持ちいいですね、最高にと感激に浸りました。樋口は3日間アンダーを記録しましたが、岡本に13打も離されて3位でプレーを終え、完敗です、私が厳しいコースセッティングに苦労している間に岡本さんはどんどんスコアを伸ばして、最初の2日間で勝負ありって感じでしたねと淡々とコメントを残しています。そして岡本は1981年に樋口、大迫以外で初めて賞金女王に輝きます。年間獲得賞金3000万円オーバーに最少ストロークの記録も樹立し、女子プロ界は世代交代と言われました。ちなみに岡本はこの直後からアメリカツアーに参戦しており、日本女子ツアーで獲得した賞金女王は意外にも1981年の一度のみです。そして月日は流れ、
樋口が日本女子プロ協会の会長に就任し、岡本が理事とプレイヤーの二足のわらじを履いていた1997年に二人の不仲説が再燃します。ことの発端は、日本女子プロ協会理事職を務めていた岡本がプレイヤーと協会の仕事を両立できない、これではどちらも中途半端になってしまう、プレーに専念したいとの理由で理事職を辞任したのです。これは理事たちにとっては寝耳に水の出来事であり、樋口が協会の会長に就任した途端の出来事でもあったことから、マスコミは岡本は樋口の下で働くのを嫌って辞任届を叩きつけたと書き立てました。しかし岡本本人にとって辞任は急な話ではなく、熟慮を重ねて出した結論。かねてから協会の改革に奔走し、ツアーの試合にも出場していた岡本は、年間100日にも及ぶ理事の活動が徐々に重荷となり、十分な練習時間を確保することができなくなっていました。当時17試合に出場、終盤7試合で予選落ち4回、棄権1回、賞金ランクは57位となった岡本は、シーズンを振り返り、今年になってからとにかく忙しかった、練習したい、トレーニングしたいと思っても会議があったり仕事があったりで思うようにならない、何時間も座ったまま会議をして、水曜の朝コースへ行っていくらストレッチをしても体は戻らない、そんなことの繰り返しだったと語ります。理事職とプレイヤーの両立はこれ以上難しいと考えていた岡本は、これでいいのかな、私はこのままでいいのかなとずっと思っていた、やっぱりきちんとゴルフがしたい、そう思って決めたのは夏頃だったと、シーズン終了を待って辞任届を提出しました。樋口はこれは受け取れないわよと岡本を強く慰留しましたが、岡本の固い決意に樋口も折れました。樋口は岡本辞任後の会見で、協会の役目は女子プロをサポートしていくことなので、選手がそれを希望するなら応援していきたいと、岡本を選手としてサポートするとコメントを残しています。この辞任劇を後に対談で振り返った2人は、樋口が私の後はあなたが会長をやるとみんな思っていると説得したといい、岡本はあの時重い病気を患っていたけど、それを理由にしたくないのと、病気のことを人に話すことができなくてあんな形になってしまったと語っています。当時はマスコミが面白おかしく書き立てたそうですが、岡本が理事を辞任して以降もコースセッティングのアドバイスを樋口が岡本に求めたり、選手目線での改革案を岡本から樋口に伝えるなど、2人の関係は見た目よりも良好であったようです。2016年にゴルフ解説で共演した樋口と岡本は2人揃って不仲説を否定しています。2人のレジェンドの今、共に世界ゴルフ殿堂入りも果たしている樋口と岡本は、番組内で通算134勝の文字通り日本 LPGA の誇るリアルレジェンドとして紹介されます。樋口と岡本が2人揃って解説を務めることは非常に珍しく、なぜか不仲説を報じられることの多かったことについて、開始前に岡本はそれを真っ向から否定しました。岡本は私たちはそういう根も葉もない噂に傷つけられてきたんですよと語り出し、実際はお互いを尊重し尊敬し合う先輩後輩であり、岡本は私米ツアーに挑戦することを決めた時、真っ先に樋口さんに相談したんですよ、そしたらいいんじゃないって背中を押してくれた、だからこそ否定的な意見が聞こえてきても自分の思いを曲げずにいけたんです、私は樋口さんを常に尊敬しているし羨望も感じていますとのエピソードを明かしました。樋口も岡本との解説を楽しみにしていたといい、お互い胸を躍らせての共演となりました。年を重ねた2人はプレーの変化について語るシーンで、確かにシニアの年齢になってくるとゴルフが下手になる要素がたくさん増えてきますね、まずは目、視力、あ、でも樋口さんはピンが二重に見えてても平気なんですよ、え、なんで？だって樋口さん現役バリバリの頃、私はピンが見えようが見えまいが関係ないわ、ショットはヤーデージで打ってるからって言ってましたよ、私すごいって感心したんですから、あら、そんなこと言ってたの？でもそうね、練習で数字を体に覚え込ませてそれで打たなきゃいけないですからねと見事な掛け合いを見せ、笑顔で昔話などに花を咲かせました。ライバルと言われた樋口と岡本ですが、今も女子ゴルフ界発展のために様々な形で尽力しており、後輩ゴルファーたちを温かく時には厳しく見守ってくれるはずです。今回は樋口久子と岡本彩子のライバル関係について紹介しました。